メルゼナ討伐熟練者向け、こちら行ってみよう。もちろん武器は弓でいきます。やるよー。やっぱ強いんだろうな相当強いんだろうな。まあ3回って書いてあったからちょっとクリアまでは行きたいけど、制限時間50分だよね。あ、火山で、あ、あんなとこにいるね。あれがそうでしょう。アキラとケン、よろしく。アキラとケンだ。いい名前じゃないか、君たち。道端に落ちてるバフは、もし死んだ時に、取っていこうかな。回収して回れば。そしたら死ぬ確率だいぶ減るでしょう。結構時間かかると思うけどな。この先にいらっしゃる？あ、いますね。おぉ。かっこよ。ハロー、奥さん。ここダメか！くそー。あ、でも方向の時間なんか短め？また肉質カッチンコッチンなの？ちょっと、あー、またその溜めてさ、攻撃力高すぎない？もう溜めてドーンやめてよ、ほんとにもう。来るタイミング全然つかめないよ、もう。もうちょっとシンプルに。あれ、前足こいつ。何考えてんの、マジで。列車なんですけど、何考えてんの、ちょっと。ねえ、やばいって、その立ち回り。ああ、段階的なブレス。ちょ、回復しないんだけど、ちょっとおとりくん、なんとかして。あ、治ってるじゃん。はあ、怖っ。頭どっちこれ、弱点。いって。ちょ、ろくに攻撃できないんですけど、奥さん、ろくに攻撃できんて。奥さん、ちょっと。怖い音聞こえたよ、今。何それ？ああ、さっきのやつか。音楽怖い。この世の終わりが。はあ！なあ？なんだそれは。その月光怖いって尻尾の。それは、ねえ、世間は許しちゃくりゃせんよ。死んでしまう。飛躍飲むか。もう尋常じゃないんだけど、攻撃範囲が。攻撃範囲ってホーミング精度が半端ないんですけど。頭か？あのさ、避けられんよ、それ。ちょっと待って。これさ、裂傷状態がまずすぎる、これ。対策したいんだけど、対策。もうデモ版に何言ってんだって話なんだけどさ。あ、食らわな。治らない？立ち止まってるだけでいいのか？治ったかな？これはしんどいぜ。ああ、なんだ？ああ、出た、これだ。この状態がやばいんだ。そんなんあり？バフ取って回ろう。いやー、しんどい攻撃だな、ずいぶん。あの瞬間移動も結構、拭い取られるとやばいね。まあ一番の問題は、攻撃が読みにくいってのと、妙に溜めてくる攻撃があるから。被弾率が非常に高いな。どうしましょうかね。とりあえず HP はマックスまで取りに行かないと、安定して倒せない気がしてきた。お、カニくんだ。よう、カニくん。ってことは？ここになんか、ギザミ系のモンスター出てたりする？もしかして。え？ちょっと待って待って。制限時間短っ！やべえ、勝手に50分だと思ってた。行くよ。マジで行くよ。15分しかないのこれ。何急に短くしてるのさ。じゃあこれ倒せるかどうかわかんないな、ソロだと。足りないでしょ。だってライゼックスで15分近くかかってんだよ。この子もっと時間かかるでしょ。ダメだ、このタイミングで避けたいんだけど。とりあえずビジューンってかっこいいな、その消え方。かっこいいんですけどね。かっこいいんですけどね。ただちょっと方向の時間短めでよかったですね。いやー、時間差だ。その回転も厄介だよ。厄介すぎないそれ。うわー、厄介すぎないそのタイミングで来んの。読みにくい攻撃。あ。スラタン。
ちょっと何回かリトライしてさ、どんなもんかっていうのを、まあ、把握する感じでね。まあ、とりあえず弱点はなんかこの胸のモフモフの部分なんですけど、その一撃がでかすぎる。一撃がでかすぎる、マジで。これ、怖く、逃げられない。走ってるだけじゃ逃げられない。もうさ、見かわしができない。しんど、これしんどいぜ。粉塵振るか、もう。あ、エリア移動してた。どこあれ、どこあれ。まだなんかうまく立ち回れるビジョンが全然湧かないんですけど。だってこれ近距離にいたら被弾減るかな。いやー、あー、これむずいな。まあドゥーンの音はもうすぐ見返し入れたら多分速攻で避けれると思うんだよね。避けれるというか見返しできるというか。ああ、あとこのね、ちょっと本当に近距離の立ち回りだなこれ。お家帰ろ。超難しいんですけど。超難しいんですけど、これ。